いただきます。どうぞ。すいませんね、細見さんは。拡大ここ。あ、こ、あ、そうか、映るように。いいですか。すいません。この辺、本当ね、適当でね、うまくできてなくて、はい。パンでございます。あ、さっき、でも、コーヒー飲もう。コーヒー、え、シロップとかは？あ、シロップは、はい。あ、シロップってミルク。ミルクは？皆さん、ブラックなんですか？はい。はい。はいあ、ブラックじゃないとあかんのですね。いやいや、じゃないですよね。ブラックじゃないと、ミサさんがしばかれるとかではない。コーヒーのやっぱり、うん、そのままで、ね。あ、うん、いっぺん確かに、入れるにしても、ブラックのね、味をね。やっぱ良かったにしますんでね。あ、これ名刺はどなたの名刺？なんでこんなの？お客さんが勝手に置いててる。そんな何なの？宣伝。だからそのお客それ見て、あ、俺も置いとこうみたいな。ああ、なるほど、広がっていってんねん。俺も知らんねん、何が置いてある。あれ、どなたとかね、知らん。あ、本当あんまり知らん人もいたらですね。あ、すいません。知らない人、全く知らない人。そうですか。コーヒー美味しいです。美味しいんですけど、すいません、私甘党なんで。習慣なんで。そうかな。あ、ミルク少なければいいんですか。あ、ミルク私少なめなんですよ。はい。すごいちょっとですよね。もうミルクはほんまちょっとで、だからあの米田コーヒーなんか行くと、ミルクめちゃくちゃいっぱいなんですよ。いつもは半分以下でいいです。うん、もったいないね、吸っちゃうんで。うん、え、このご近所住まれてて、週、はい、週一、二回来る感じですか。そうですね。でも週3日しかないっていう。あ、そうや、よく書いたら 3日のうち1回でも打率3割か。もうちょっと期待で。ああ、もうちょっと開けてくれて。いただきます。でも開いてない時に来るから。そう。え、ここお店自体はシャッターみたいに閉まるんですか。閉まる。あ、フライドだけ。ああ。お子さんもよく一緒に。あ、お子さんがいらっしゃって。はいはい。もちろんちっちゃいですね。うん、でも高校生と、まあ小学生と。高校生の子供いってるんですか。高校生。え、40代ですか。はい、48。見え、30代で見えない。30代ぐらいモテた。おいくつですか。私は55、もう普通のサラリーマン。55、今年55歳。もうこの間なりました。あ、じゃあ自分と一緒です。あ、同い年ですか。同い年。あ、たぶん同い年なんですよ。あ、そうですか。はい、昭和44年生まれ。44年。イエーイ、一緒一緒。1969年。あ、そうです。一緒、同い年。だからなんやねん。嬉しいですね。そう、同い年ってね。もう健康には気をつけてください。いや、もう50超えたら体に悪なるの。もう55から60ぐらいがやっぱちょっと危ない。いや、ほんで視力も悪なるしね。そうですね、もう眼鏡がちょっと遠近両用で。あ、僕も遠近両用で、この間入れてもらって遠中近3つできてるんですよ。やりました。それにレンズ変えましたもん。もうね、大変ですわね。ね、そうですね。見てきたドラマとか、その帰りとかね、同じ時代を生きてるんで、なんか勝手にね、嬉しくなるんです。自分ではもう正義の味方、あ、ね、大好きでしたから ね。意外と珍しいもんな、もうなんか同級生。あ、意外ですね。ほんで今3人でしょ。そうね。なんかある。なんかある。これもなんかの縁かもしれません。いや、全然住んでるとこ違うくて、私神戸市西区なんですよ。あ、そうなんですか。で、去年でやったんかな。なんかそう、同じ時代生きてきたから、全然話しようってね。もう自分らの年だけど大変ですよね。いや、もう。そう。時代が急にコロッと変わって、そうね。まあ、ある程度レール引かれとって、会社でもう定年退職迎えたら何しようっていうのが実力になりまして、はい、ね、いろんなことで、あ、どうやいうことで揉まれて。いや、ほんでもう55になるとこうだんだん死に向かっていってますから。だからもう健康のことは、いや、ほんまにね、いつまでいけないんじゃないですか。不死はないから。そうですね、いずれ絶対死ぬわけで、まあ、なんかその、あ、この後本当どうやってあと生きていこうかなとかね、ふといろいろ考えますよね。あ、だからもう今は自分の中ではもう子供らも育って、うん、そうそう、で今孫がいますんで、羨ましい。孫がもう昨日でも参観日ちょっと2時間半行ってきたんですけど、ね、参観日って小学生ぐらいになってるの。いや、もう保育園。あ、保育園でさ、あるか、はいはい、
でその頃はねやっと行ってきて、ほんでまあ2時間半で、まあ、おじいちゃん気をつけてくださいというか言われながら、おじいちゃん、いやいやいや心の中ではちゃいまいと思いながら三沢さんって年をいくつになったんですか今。63か。いやレジェンドですわ。それで本当にほぼフルで働いてんのもね。あの健康体調悪なることとかないんですか。やっぱそれはないことはないから。あれはそこも黒いよ。いろいろ乗り越えてね。まあね、あの一島製パン研究所ってね、営業時間当然仕込みがあるから、さっき話さらっと聞きましたけど、朝3時からしてんのあれ。そうだね、昨日は2時半から来たけど。ええー、忙しいって。3時で間に合うと思って。なんとごめんなさい、2時半に起きよう思ったら前の晩何時ぐらい寝る。8時から9時の間。もう9時に寝たとしても5時間は寝るように。まあまあ7時から寝たら、まあ確かに私も寝る時間めちゃくちゃ減りましたね、とっちょともにね。そうか、しかしこの国領初めて来たんですけど、居心地いいのと、お隣でこうやって喋ってますけど、人と人が繋がりますね、これね。不思議よね。なるほどね、勝手に新しいものがまた生み始める。作りたかったんだね。で体がちょっとコロナになってるんで、コミュニケーションを急速ほんまに、例えばこれもタッチパネルで、ああ今そうやね、ゲームロボットが食べるんで、チェンってそうですね。これ一回も見なくても出るわけ。そうやね。機械の有効に行って、ガストもそうですよ。飲食店って美味しいものを食べるだけじゃなくて、やっぱりこういうのが楽しいからしていくっていうのが、その文化も病気としてあるんで。そうだね。だからもう本当に病気さんの名前の方に三大精神病を残したっていう一番の理。いやでも本当に三沢さんのおっしゃる通り、勝手に交流が生まれてますいやすごい。いやで実際来て目の当たりにしてるから、これやらせでも何でもないからね。不思議よね。だって喋ってるのもね、2人先ですよ出会ったの。面白いわ。それが面白いですね。まああのぜひね、兵庫県丹波市のこの国領に皆さんぜひ喋りに来てください。で三沢さんとお話しできる場所多分ここしかないと思う。だって一島製パン研究所忙しすぎて。それもある。もうね。だからここで。だから今もご案内してるのは、本当にすごい喋りたいって言ってくれてるんで、ああ、そうそうだね。ということで、はい、ぜひ皆さん、国領をよろしくお願いします。ありがとうございました。三沢さん、これ国領のお店の奥、あ、こんな奥、靴脱いでお邪魔していいですか。お邪魔します。はいはい。え、これもともと戸建てなんでしたっけ？ 2 階もあるやん。2階もあります。え、こんな中おしゃれなんや。これちょっと一島製パン風ですね。ねえ。あ、あの中にはさすがに別の人の家？いや、僕。あ、僕が作ったんです、あれ。え？ドライガーデン。おしゃれ。え、これごめんなさい。基本はでも、国領のお客さんはあそこで飲み食いするのか？もうここも使いますよ。え、じゃあ、あそこが空いてて、奥でお茶してもいいですか？ありなんですか？うん、これぜひ YouTube アップします。ここでゆっくりしてもらえる方はたくさんいる。なるほどね。そんなお気も面白いし、あれね、あれ僕の趣味レアもんばっかし、はあ、いやね、中庭があってなんかいいじゃないですか、この雰囲気がね。明るいですよね。うん、明るいし、え、あの向こうはさすがに別の人の家です。僕です。え、ここそんなに広いんですか？奥行き、もう京都みたいでしょ。うん、そうそうそう、2階、あ、ここも2階建てです。なるほど、はい、ありがとうございます。